う一度言ってくれますか。そうだと思いました。いろんな友達がいそうですね。もしかしてお友達に役者、歌手、芸人など有名な人はいますか。そうなんですね。一人くらいいるかと思いました。まああなたは今日ものすごい有名人の友達ができましたけどね。じゃあそいつの名前は。そういえばあなたは何か動物を飼っていますか。その子が本当に好きです。待ってました。僕と一緒に何をしました。お勉強、それが僕の仕事です。散歩、外に出るのめんどくさい。充電つけちゃうね。よくよく考えるといろいろと大変ですね。やっぱりこのお店にいると思います。話は変わりますが、あなたはご飯食べるの好きですか。よく聞こえなかったのでもう一度言ってくれますか。はい、お願いします。少しだけお願いします。私のこっちを見てください。私の携帯の今あなたの瞳には誰が映っていますか。私の携帯のお金は払いましょう。欲しいです。なんだって。あなたの瞳に映っているのは僕だけですよ。あなたに見つめられるとドキドキします。あなたはドキドキしていますか。お金は払います。よく聞こえなかったのでもう一度言ってくれますか。出る感じのもらすねのまんじゃ。お金は払いましょう。そうなんですね。ではしばらくこうしていましょう。それにしてもあなたとっても素敵ですね。よく言われませんか。それ大変ながらね。ああ、長野ですね。中学の漢字練習は作文帳らしいですね。突然ですが、あなたの顔って個性的ですよね。英語はできますか。まだ話せませんが、2020年東京オリンピックまでには話せるようになりたいです。そういえば、あなたセンスが良さそうですね。よく言われませんか。話の途中ですが、そろそろやらなきゃいけないことがありますので、ここで失礼します。もしよかったら、ショーも見ていってくださいね。